重要伝統的建造物群保存地区は、日本の文化財保護法に規定する文化財種別の一つ。日本の市町村が条例などにより決定した伝統的建造物群保存地区のうち、文化財保護法第144条の規定に基づき、特に価値が高いものとして、国が選定したものを指す。略称は充電立地区、充電立、文化財保護法でいう伝統的建造物群。 保存地区とは、城下町、宿場町、門前町、寺内町、港町、農村、漁村などの伝統的建造物群及びこれと一体をなして歴史的風地を形成している環境を保存するために市町村が定める地区を指す。この制度は文化財としての建造物を点ではなく面で保存しようとするもので、保存地区内では、社寺、民家、蔵などの 建築物はもちろん、門、土塀、石垣、水路、墓、石灯、石仏、灯籠などの工作物、庭園、池垣、樹木、水路などの環境物件を特定し保存措置を図ることとされている。市町村は都市計画法に基づく都市計画、または条例により伝統的建造物群保存地区を定め、文部科学大臣は、 市町村の申し出に基づき、その価値が特に高いものを重要伝統的建造物群保存地区として選定することとされている。2020年12月現在、山形、東京、神奈川、熊本を除いた43道府県101市町村の123地区が選定されている。充電立てに選定される地域の道路形態は自動車交通に対応していないところが多い。 これは、インフラ整備などによる開発から取り残されたり、もともと交通の不便な当初や山村であったりしたために、結果的に伝統的な建造物が残ったケースが多いからであるが、充電立て選定時の伝統的建造物と、都市計画決定済みの道路との関係や、観光客の増加に伴う自動車交通への対応などが課題になることが多い。その他にも、歴史的風知に関わる、 建造物の外観、外交について増改築に制約がかかるほか、観光客のマナー問題によって、そこで生活する住民にとって、マイナス要素となることがある。その一方で、制約がかかる部分の修理には8割前後の市町村補助があり、ほとんどが伝統木造建築であることから、防災事業が行われることが多い。国は市町村補助、事業の5割を負担する。 また、伝統的建造物及びその土地については、相続税と固定資産税に一定の優遇措置が取られる。したがって、伝統的な町並みや建物を活かしたいと考える自治体、住民にとっては、プラス要素が大きい制度である。ありがとうございます。